緩やかな丘が広がる雄大な景色が魅力の北海道美瑛町。雪景色が韓国などの SNS で人気となっていて、水際対策の緩和後、外国人観光客が撮影のためツアーバスで次々とやってきます。しかし、こちら車道なんですが、ご覧のように観光客が道を塞ぐようにして写真を撮っています。車道を塞ぐ観光客、逆立ちをする男性や、車道に座り込んで撮影する女性も。先月頃から外国人観光客のマナー違反が問題となっているのです。車来たよ、ちょっと開けて開けて。地元の観光協会がパトロールに当たるなど、神経を尖らせています。もうクラクション鳴らしてもよけてくれないですよね。車来た時一番ヒヤヒヤしますね。ぶつかったら大変なんで。問題はこれだけではありませんでした。入ったらダメよ。 Do not enter. OK。 観光客が勝手に立ち入っているのは畑の中。 Do not enter. 固く踏みしめられた雪の下には、秋にまいた小麦の種が眠っているのです。農家は生育への悪影響を心配しています。踏まれることで雪が固く締まって、で、まあ、春先に溶けづらくなったりだとか、まあ、残念というか腹立たしいですね。道路に面した場所には、畑に立ち入らないようさまざまな言語で呼びかける看板が設置されていますが、気にする様子はありません。コロナ禍の前にも観光客が畑の中に入るトラブルが相次いでいた美瑛町。注意喚起の動画を空港で流したりだとか、対応はしてくれてはいるのに止まってないっていう現状なんで。外国人観光客のマナー違反は、富士山の人気撮影スポットでも増えていました。昭和レトロな商店街と雄大な富士山を撮影できる山梨県富士吉田市の本町通り。撮影スポットとして SNS などで話題に。多くの外国人観光客が訪れています。しかしここでも、車道に出て親子が記念撮影をしています。直後に車が車道の中央で集合写真や富士山を撮影する観光客。道路を塞いでしまい、車が通行できなくなるケースもあるといいます。地元の商店街は客足の回復を歓迎する一方で、複雑な声も聞かれました。危ないですねどっからいらして富士山撮りたいって気持ちはすごくわかるんですよね。観光地にとってはありがたい存在でもある外国人観光客。マナーの徹底をどう伝えていくのかが課題です。